スタートしましたまず先行争いです間から10番コパノ・リチャードコパノ・リチャード先手を取りますか外には14番ルゴスですあとは盈進将門前が3頭になってきましてさらには内から3番ディープサウスです 先行争いから10番のコパノ・リチャード先頭です。抜けました。リードが一馬身。ルオス、そしてうちに5番、エイシン・ショーモンです。あとは固まりました。2枠ク頭。プリムラ・ブルガリス、ディープ・サウスが追走しまして、外はコスモ・マートレット、外からグーンと上がってきました。8番、ガムザッティです。さらには馬群の中、16番、アーマー・クラッドがいて、外にはマンドレイクです。そしてうちから3番のディープ・サウスがいて、 間には7番ピンポン3コーナーへ向かいますあとはジェネクラージュが行ってそしてディープウェーブ名勝大関3コーナーをカーブしていきます外には13番スタンス貯金の体制ですあとは2馬身差後方2頭はタガノエンブレムとタガノトネール前は34コーナー中間に差し掛かって10番のコパノ・リチャード先頭600を通過リードが半馬バシン8番のガムザッティが2番手になりまして4コーナーへ向かいますあとは5番エイシン・ショーモン3番手そしてルゴス外を回る15番コスモマートレット4 0 0ル通過第4コーナーを カーブ、今直線コースに向かいます。先頭は10番、コパノ・リチャード。コパノ・リチャード逃げる。リードは1番、シンハン、ガムザッティ、ちょっと交代気味。変わって追い込んできた4番、プリムラ・ブルガリス。そして外からは1番のディープウェーブ追い込んできた200メートルを通過した。完全に10番のコパノ・リチャードを抜けている。リードが4番、シン、5番、シン。2番手は4番、プリムラ・ブルガリスをディープウェーブかわせるか。先頭は10番のコパノ・リチャード、ゴーリン。逃げ切りました。2番手は4番、プリムラ・ブルガリス。